皆さんこんにちは、こんばんは、われくみチャンネルです。今回ですけども皆さんですね、ウェブ面接だったりないしはリアルの面接、どんな風な姿勢で臨んだらええんやろうということでございまして、ないしは美しい方がなんか就職活動うまくいく、イケメンとか美女の人の方がうまくいくんじゃないかなんてことですね、よう聞いたりすると思います。僕もですね、毎日こうやって今120日以上動画撮らせていただいてるんですけれども、皆さんの画面に映るにあたってですね、要スタッフからいただくコメントの実はナンバーワンは、お前態度悪いと、座り姿勢がちょっと来てもらってんのに不損やというコメントを実はよくいただきます。40年間実は悩み事でございまして、僕はですね、日々こう商売というのかな、ビジネスにですね一生懸命やっております。で、今日はまさにですね、綺麗は作れるっていう表現がいいのか分かりませんが、人間が中身だったり外見含めていかに正しい所作だったり美しく荒れるのかということをですね、専門にされている知人のですね、山口さんにご来社をいただきました。山口さん、よろしくお願いします。はい、彼女すごくてですね、もうまずこの座り姿見て素人とプロのですね違いを僕は今個人的にめちゃくちゃ感じてるんですけども、今も、現役のビューティーコンテストのチャンピオンでいらっしゃって、簡単にあの自己紹介いただきたいななんて思っております。山口さん、よろしくです。はい、先日2020年ミセスツーリズムという大会で日本グランプリをいただきました。山口真人、現役チャンピオン。現役です。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにこのいわゆるこう、はい、いつぐらいからその真剣に美しくあることや立ち振る舞いに気をつけるというようなことにこうストイックに今みたいに取り組まれるようになったのはいつからかしら。ちょうど10年前ですね。へえ。2010年の時に、はい、コンテストあるんだと知って、この世界で私は輝きたいと思ったのが2010年だったので、うんうん、ちょうど10年目になります。じゃあ、そういう内面コースはですね、またちょっと聞いていきたいと思うんですけどまずはこれ、僕は姿勢が悪いと、これはもうこれから毎日お客さんをお迎えしますし、あの今ぶっちゃけましょうで企業さんにもあの来ていただくんですね。その時にこうやっぱホストでこうお迎えするにもかかわらず、ポスチャーが美しくなくてですね、ご迷惑を心配かけるじゃよろしくないんで、それを今日はワンポイントアドバイスで、どこまでもう完全にこれやらせなしでございます。今から僕完全に真剣に取り組むんで、僕ができたら皆さん絶対できます。皆さんの方が僕より体も柔らかいし若いし変化できますから、四十のおっさん真剣に取り組みますので、皆さんご商談じゃなくて俺もこの後やるんやと、彼女みたいに座ってる方が絶対得ですから、ないしは立ち居振る舞いあのしてる方が得ですから、みんなで学んでいきたいと思います。それでは先生、よろしくお願いいたします。お願いします。今日そうですね、座り姿勢を少しこう変えていきたいなと、はい、私ね、はい、何分後かは僕はもうパチッとかっこよくこんな感じで座れると。やっちゃいましょう。わかりました。頼もしい。いきます。一回その違いを見てもらいたい。じゃあ横向きますね。座っていただいて、これがビフォーへ、ライズアップなどドゥドゥン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 の時ね、だ、はい、からくるっと回ってね、変化する前なんですけど、こういう普段こういうふうに座ってます、ね、今現状多分肩が前に巻いていて、そして首が前に出ている状態になっているんですね、はい、ストレートネックってそうよく言われるやつなんですけど、はい、これを変えていくのにポイントは2つで、まず1回そしたら上を向いてみてもらってもいいですか、はい、この時今首の前と後ろはどちらが痛いですか。この辺がちょっとなんか違和感ありますね。肩が前に巻いていて首が前に出ている状態で上を向いてしまうと首のここに無理が来るので、なんでこれを痛くない姿勢に持っていくのが首の正しい位置。あと肩の巻き方と呼ばれる原因はいろいろあって、それを全部直そうと思うと、はい、トレーニングが必要になります。お手軽なやつがいいですね。ってなると、簡単なのは肩を回すことなんですね、はい、肩一回回してみますね。肩を耳につくぐらい上に上げてみて、はい、そのまま後ろにできる限り後ろに引いていきます。肩回します。ぐるっとで自分のできる限り前に持ってきて、また上に回る。いやいや、何で笑ってんの。プルプルしてるから。すごい頑張ってる。ごめんなさい。いい、大丈夫です。これちょっと何回か回していただいて、で、そうですね。で、あと肩こりがある人なんかすごくこれもいいですね。ああ、確かに。僧帽筋と呼ばれる筋肉をこうちょっと収縮して。先生、いきますか。そしたら、ご自身の一番後ろで下に持ってったところで肩を落とします。で、今多分ちょっと無理があるんですけど、はい、そこがあの肩の正しい位置だっていうことを一旦覚えていて、はい、次に
背中が丸まってしまうのを解決するためにここにですね、はい、溝落ち、そうですね、あの叩いた方が皆さんあると思うので、はい、その骨を、斜め上に上げるイメージですね、はい、こういうイメージです。胸を張ってくださいって言うと皆さんこうドンと、はいはいはい、そうするとですね、はい、腰を反ってしまうのがすごく多いですね、はい、女性は特に腰痛めやすいので胸を張るというよりも、この骨を上げる、斜め上に上げるイメージ、はい、変わった上、そうですね、もうすでに今ちょっと胸がピンと張っている方を探して、ね、で首ですね、先ほど上を向いてもらったと思うんですけど、はい、もう一度上向いていただいて16 前が張る状態になって、前ちょっと張ってるけど後ろはそこまで違和感な、はい、ないですね、くなったかなと思う、そう、それもその後ろの後頭部の位置をなるべく変えずに、はい、あのそのまま、はい、戻って顔を前にね、戻普通に前に戻ってきてもらっていいですか、はい、難しい、そうですね、そうですね、はい、多分 その状態で、ご自身は多分見えない、あ、でも横見れますか、あの見えへんいやいや、まだかでもね、あのこれそうやらせやなく血が通ってる感じがすごいしますね、うん、もうこれ何言います、姿勢よくアフターってこと、アフターですね、もう多分かなり姿勢よくなってると思います、おお、なんかビフォーはあんま知らんけどまっすぐ感はあるね、ま、うん、っすぐだとちょっと前向きますよね、あ、こういうことね、そうですね、で、あのさっき上向いたりこう前向いたりしていただいたと思うんですけど、はい、自分ちょっと今首前に出てるかもって思った時は上を向いてみていただいて、後ろが痛かったらちょっと今、ああ、そしたらまたさっきの肩を回して、そうそう、ここを胸の上を、この溝落ちの上をちょっと斜め45度ぐらいに上げて、でこう首を下げると、そうすると、はい、ああ、分かりやすい分かりやすい、はい、分かりやすい、あ、確かにね、じゃああれやな、今僕こうおじさんなりに学びました、ちょっとビフォーアフターあったと思うんですけど、面接の前とかに一瞬だけでもええ格好で画面に映りたいとか、面接の間パシッと臨みたいってしたら、チェックその1、首を上げると、そうですね、上げて、あ、ここ違和感あるなって思ったら正しい状態になってないから、肩を一回こうぐるーんと回して後ろの下へね、はい、後ろの下にすると、だからチェックは上向いて後ろでチェックすると、あかんなって思ったらまず肩を整える、次胸を、ここの溝落ちのちょっと上の板を上に少しクッとやる、で最後もう一回首を上げて頭を後ろに残しながら顎を引いてくっていうか顔を前向いてる、この3ステップだ、これで面接に臨むと、あ、なんか確かにしっかりしてる感じするね、声がね、あと出やすい、うん、声が出やすい、うん、はい、真っ直ぐになる、あのここから響く感じがするん で、ね、印象もだいぶ変わるんじゃないかなと思います、はい、で正直首はすごい楽です、うんうん、よかった、おお、これは慣れたら1分ぐらいでスイッチ入れれるねあ、そうですね、本当に慣れたらすぐ、うん、確かにね、うんうんうん、あとはあれやな、今手の場所見て思ったけど、はい、手が多分僕普段結構この膝より前にこう出るんですよね、うんうん、多分このこういう癖がついてるけど、今この肩が先言われたそのちゃんと引いて正しい場所に来たら、この手がこの膝より内側に来ますね、だそれももしかしたらあの自分のセルフチェック、なんか面接とかでこうやってかしっかりまかしこまって座るわけですけど、すげえな、スタッフみんなやってますよ後ろでそのやるときに手前に行き過ぎとったら、俺私ちょっと姿勢悪いんちゃうかなとか、前傾姿勢になりすぎてんちゃうかなっていうチェックもできそうですね、はい、僕正直膝のここに手を置いたこととかほとんどないんで、で本当に、はい、ということで第1弾、就活は楽しいのために、まあ綺麗は作れる方が良かろうと、はい、ということでございまして、山口チャンピオンにお越しをいただいて、まずは姿勢編と、題してですね、チェックポイントと、あとはステップ、肩、胸、首、これですね、はい、これを学んでいきました。継続していくことが多分あの大事だと思います、これはあの就活も多分変わらないと思います、仕事も一緒だと思います、うん、なんで皆さんもですね、ちょっとずつ本番に向けて堂々と、緊張せずにですね、自分の、整体を整えて、迎えるように、続けていきましょう。お前取ったのに、姿勢悪いぞということあればコメント欄とかでぜひ教えてください今日はあの山口先生にご来社をいただきました。チャンピオンありがとうございます。ありがとうございました。
皆さんよかったら高評価、チャンネル登録、これいっぱいついたら第2弾、第3弾、いろいろね、直さなあかんとこあるんで、やれる範囲改造していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。次回もお楽しみに。